古賀之士君。立憲民主・社民の古賀之士です。私は会派を代表し、ただいま議題となりました令和元年度歳入歳出の決算上の余剰金の特例に関する法律案に対し反対の立場から討論を行います。中国より伝わる故事に朝鮮母子という言葉があります。猿に与える餌の土地の実を減らす際に朝に3つ、暮れに4つと言ったら猿が怒ったので朝に4つ、暮れに3つと言ったら納得したことから、目先の違いにとらわれて結果が同じことに気づかないことを意味しています。この法案はまさに朝鮮母子そのものにほかなりません。本法案によって赤字国債の新規発行は確かに減るでしょうが、借り換え債の発行がその分増えるわけで結果は同じだからです。こうした小手先の手法ではなく本質的な議論が必要と考えます。そもそも今回の法案にある余剰金の呼び名は正しいのでしょうか。昨年の補正予算において2兆2297億円の赤字国債を追加発行しました。すなわち決算で6852億円が余ったといっても無理して作った借金を使い残しただけなどが正直なところでしょう。借金が余った分の使い道はその借金の返済に充てるのが常識だと考えますが、本法案はそれを使ってしまおうというものです。名前も内容も間違っている法案に我々が反対するのは当然です。さらに言えば、昨年も今回と同様の特例法によって平成30年度余剰金である1兆3283億円の全額を歳入に繰り入れました。ところがその繰り入れ金のうち5274億円を使い残したことを考えれば、剰余金を全額繰り入れた判断そのものが間違っていたのではないかと思いたくなります。こうした検証なしにまた同じ特例法を漫然と提出してくる政府の態度は誠にもって理解に苦しみます。コロナ禍で支出が増えるから繰り入れは当然ではないか、そうした声が聞こえてきそうです。ではその支出の内容はどうでしょうか。肝心のコロナ対策は全体の2割程度と不十分にもかかわらず、国土強靭化や GoTo 事業のに対しては巨額の予算を計上するなど緊急を要する補正予算にふさわしくないものです。この点でも本法案に反対です。以上、この法案は正当性に甚だ欠けるものであることを申し上げ、反対討論といたします。大門美